はようございます。なごみ家です。今回の動画では iPad についてお話ししようと思います。突然なんですが、皆さん普段どういった形でノートを取っているでしょうか。僕は iPad で取っているんですが、まあ、紙のノートで取る派閥の人とか、あとルーズリーフの派閥の人とか、あとはパソコンカタカタ派の人とかも結構いると思うんですけど、なんだかんだ iPad でノートを取り始めてから1年くらいが経ったので、まあ、ここで実際に iPad でノートを取って良かったこととか悪かったことを中心にお話しできればなと思います。特に iPad でノートを取ろうか迷っている人とか、あとはこう大学生活がこれから控えている人なんかの参考になれば幸いです。内容としては、そもそも僕が iPad でノートを取り始めた動機で、今使っている iPad やアプリで実際使ってみてどうだったか、良さ、まあ、メリットとかデメリットを中心に話して、最後にどういった人に iPad でノートを取るのがおすすめかという点についてお話ししたいと思います。ということで早速行ってみましょう。一つ目の、そもそもなんで iPad でノートを取ろうと思ったのかという動機の部分なんですが、まあ、僕がまず根っからのノート好きというのがあります。 iPad を使う前まではルーズリーフを使っていたんですが、すごいこう情報のまとめ方にこだわって、でそれが結構好きで、クラスに1人はいる、ノート結構めっちゃ取るけどそんな成績に響いてこない人みたいな感じでした。ただそのくらいノートを取るのが好きだと書き直しが多くなるんですよね。そうするとこう時間とか紙とかをめちゃめちゃ消費するので、そういったところを無駄をなくして効率化したいなということで iPad を買いました。僕が使っているのはこの iPad Pro の11インチになります。2018年モデルですね。でなんで iPad を Pro にしたかというと、まあ、一番にしてほぼ唯一の理由がこの Apple Pencil になります。 Apple Pencil って実は2種類あって、ペンの先端をこう iPad のお尻にぶっ刺して充電する第一世代と、ペンの側面をこうマグネットでカチャッとつけて充電する第二世代があります。で僕はどうしてもお尻にぶっ刺して充電するのが納得いかなくて、値段は上がるんですが第2世代の Apple Pencil が使える iPad Pro を選びました。まあだから渋々の iPad Pro ですね。僕の普段の用途、そのノートを取るとか動画を見るとか雑誌を読むとかについてはプロの性能を全く活かしきれてないので、正直ここまでの性能は必要ないです。今はペンシルの第2世代に対応していて、かつ値段が安価な iPad Air も買っているので、今買うならそっちがかなりいいかなと思います。ちなみにサイズがなぜ11インチを買ったかというと、単純に 12.9 インチが高い、大きい、重い、でも3拍子揃っていて、正直 12.9 である必要がなかったというだけです。11がまあぴったりだったっていうことにもなるんですけど、僕がノートを取るときに使っているアプリは GoodNote、GoodNotes 5というアプリです。まあノート界では定番のアプリだと思います。最初は単純にレビューが高いものから順々に試していこうと思って、で一番その時評価が高かったのがこの GoodNotes だったので試してみたんですが、全然これで間に合っていて、最初に使ったんですがこれで定着しています。際立った個性があるというわけではないんですが、とてもこう万人受けする使いやすさで、必要な機能は全部揃っているかなという印象です。この後の話はアプリ云々じゃなくて iPad でノートを取るっていうことについて話しているので、まあ特にこのアプリを使わなきゃいけないとか、使っている人使っていない人でこうムラが出るってこともないと思います。なので、まあ、ぜひ最後まで見ていただければ幸いです。ここからは実際に iPad でノートを取って気づいた良さとかメリットについてご紹介していきたいと思います。大きく分けて5つあって、検索性の高さ、そして全てのノートや文房具をこれ一つにまとめられることと、オンライン授業との相性の良さ、そして紙よりも綺麗にノートをまとめられること、で最後に
パソコンよりも自由度が高くてできることが多いというところです。これについて紹介していきたいと思います。一つ目の検索性についてなんですが、まあ、紙のノートとかルーズリーフって後からノートを見返すときに場所をどこか忘れがちというか見失いがちなんですよね。例えばこうテスト前に7回目の講義どこだっけとか言ってノートをめくりまくったり、あとあの資料ノートに挟んだっけ、それともファイルに入れたっけみたいな。僕は iPad に科目ごとにフォルダを分けて、でさらに講義の回数ごとにノートを取っているので、これならこうどこに何があるかはもう見るがままに直感的にタップしていけばいいので場所が迷子になることはありません。かつノートの題名にその講義のテーマというか題名内容みたいなのをちょっと書いておけば検索性はより上がると思います。2つ目に全てのノートや文房具をこの iPad 一つに集約できるというところです。これはもう iPad を持っていなくても分かるとは思うんですが、どんなにノートが増えようと全部この iPad に入っているので、ノートを何冊も持っていかなくてもいいし、ルーズリーフの場合でも意外とかさばるのがバインダーとかリーフをどっちも持っていかなきゃいけない点だとか、たまにリーフが切れて友達にちょっとごめん貸してみたいなことがあったり、そういうのも全部なくなります。常に全てのノートを持っているので、例えば突然今日予定がなかったノートが必要になったという場合や、あとルーズリーフでこうどこに行ったか忘れちゃったとか、あとは水に濡れたり汚れたりっていうことも全くなくなります。地味に嬉しいのはペンケースも必要ないという点ですね。シャープペンシルや消しゴムやボールペンやら蛍光ペンやら全部このアプリの中に入っているので、まあ、全て入っている分かなり身軽になると思います。3つ目に最近のオンライン授業ととても相性がいいという点があります。オンライン授業の不満点の一つに印刷する資料がシャレにならないくらい多いっていうのがあります。基本的にこう授業のレジュメとかスライドをダウンロードするような形式になっていると思うんですが、テスト前になると一つの授業のためだけに A4 用紙50枚60枚くらいを消費するっていう人も僕の友達にはいたので、そうするともう紙は増えるわ、印刷代は増えるわ、時間は取られるわで、まあ大変なんですが、 iPad なら PDF をそのままノートにすることができるので、ダウンロードしたものに直接ペンで書き込むことができます。これが相当便利で、逐一資料を印刷する手間とか時間を大幅に短縮することができます。先ほど言った通り授業ごとにフォルダを作っておけば、こうして資料とノートを同じ場所に保存することができるので見返す時にも相当スピーディーです。しかもこれを書き込んだものをさらに PDF にして改めて印刷することができるので、どうしても紙のデータが欲しいっていう授業とかノートの場合もその場で対応することができます。で4つ目に、これは僕みたいな、なんて言うんだろう、ノート症候群みたいな人には特にうってつけの機能なんですが、 iPad では紙にはできないようなアクションをすることができます。僕が特によく使うのが取り消しと、あとコピー&ペーストです。例えばこのように書く内容を間違えてしまった時に、もちろん消しゴム機能を使って消してもいいんですが、ここで取り消しをすると一筆分が一気に消えるのでかなり早いです。これは特にイラストとかを書く時にも便利で、さっきのところからやり直そうっていうのにも消しゴムよりも正確に復元することができます。これを紙のノートでやろうとすると、まあ、消しゴムで細かく消すことになると思うんですが、どうしても難しいし、書いた跡があってやっぱり多少は汚くなってしまうので、そういったものがないのも iPad は非常に便利です。コピペについては、例えばノートを取っていて内容が途中で切れてしまうっていう場合があった時に、一部分移動させたい場所を選択してそこをコピーでペーストすれば切りのいいところで内容を切ることができます。あとは比較みたいな時に同じ文言を2個3個と並べたいっていう場合も、普通なら点々とかでこう済ませるようなところを iPad なら手間なくパッパッパッと繰り返すことができます。まあ、こうすることで後から読みやすくなったりするので、僕はかなりよく使う機能です。
僕が正直もう紙のノートに戻れないなと思う最大の理由はこの機能性ですね。で最後にパソコンよりも情報をまとめるのに向いているという点です。でパソコンでノートを取る人っていうのも一定数はいると思うんですよ。もちろん学部だとか講義の内容にはよると思うんですが、いい意味でも悪い意味でもパソコンノートって先生の話の文字起こしになりがちなんですよ。どうしても改行とか記号とかで表現できることって少ないので、先生が喋った内容をパーッと羅列していくだけみたいな人もやっぱり多いんではないでしょうか。確かにキーボードの方が内容を文字にするのは早いので、先生が話した内容を一言一句聞き漏らさずにメモしておかなきゃいけないというような授業では、僕もパソコンでノートを取ることはあります。ただ基本的にはこう話を聞いて自分の中でこう解釈したものをノートに起こすっていうのが、まあ、一番内容が定着するようなノートの取り方かなと思うので、そういったノートを作るときにはこういった自由度の高い手書きの方が便利です。でかつこうちょっとした補足みたいのを授業の途中で入れたいときにも iPad の方が自由度が高いので、そういう点でも便利だと思います。ここまで iPad をしてきたんですが、当然不便な点は存在します。まあそれが大きく分けて2つですね。使っていて不便だなと思うところを挙げていきます。1つ目に一覧性のなさです。でこれは先ほどメリットの時に紹介した検索性の高さとどうしても背中合わせになってしまうことなんですが、例えば紙だと必要なノートとかルーズリーフをパッと並べて、で一度にこう見比べながら内容を見るっていうのができるんですが、iPad だとどうしてもそれが難しくて、スプリットビューといって2つの内容を1つの画面に同時に載せることはできることはできるんですが、やっぱりこれ2個しかできない上に画面も小さいので、内容の一覧性は紙のノートにどうしても劣ります。先ほど言った通り必要な時にはこのノートは PDF にして印刷して紙の資料にすることはできるので、僕はどうしてもこのノートを一覧にしたいような時にはそんなに頻度こそ高くないんですが、必要な分のノートだけ印刷して賄っています。2つ目になんだかんだ完全にデジタル化するのは難しいという点です。 iPad を買ったら教科書とかノートとか資料とかもうそういうデータを全部中に入れたいと思っている方もいると思うんですが、正直あまり現実的ではありません。というのも、デジタル化についてまず立ちはだかるのは手間という壁です。 Kindle とかすでに電子書籍として発行されているものは全く問題ないんですが、紙ですでに製本されているようなものの場合はこれを一回分解してスキャナーでスキャンしてデータにして起こすという作業はめちゃめちゃめんどくさいです。最近では分解しなくても自炊ができるカメラのアプリみたいのはあることにはあるんですが、僕がちょっと使ってみて正直その精度とかあと画質みたいなことであんまり納得いかなかったかなという感じです。しかも仮に全部デジタル化できたとしても、先ほど言った通りこの一つの画面に教科書とノートとかでそれに加えて資料まで載せるとなるとかなり面積が限られてきます。特に教科書はあんまりちっちゃいと読みづらいんじゃないかなっていうのがあって、これ僕は11インチですけど正直 12.9 インチとかの大きいサイズにしてもあんまり状況は変わんないかなと思います。1個目と2個目のデメリットを合わせて言うと、要するに iPad で賄おうとすればするほどこの画面のサイズが机のサイズみたいになっていきます。画面上により多くの情報を載せなければいけないので、この iPad にどこまで詰め込むかっていうのがすごく難しいポイントです。僕の場合は先ほど言った通りデータ化の手間みたいなのも踏まえて、基本的にはノートとあと最初からデータとして配布された資料については iPad でやりくりしています。教科書とか紙で配られたような資料はもうそのままですね、そのまま紙として使っています。ここまで見てきて結局どんな人に iPad ノートがおすすめできるかというと、大きく分けて3タイプいると思います。1つ目にオンライン授業が多い人、あと扱う資料が結構多い人で、最後に僕みたいなノートマン、ノート中毒者ですね。
オンライン授業が多い人についてはこれは先ほど言った通りで本当に iPad との相性が抜群なんですよね。配布された資料をたくさんこう印刷するのはかなり大変なんですけど、でもかといってパソコンでダウンロードするだけだといろいろメモするのが難しいので、どうしようかなという場合にはもうまさに iPad の出番です。このオンライン授業をいい機会にノートを iPad に乗り換えてみるというのも一つの選択肢だと思います。あと資料をたくさん扱う人にもおすすめです。授業での資料についてはここまで触れてきた通りなんですが、その他にサークルだとかいろんな活動についてどこに何をメモしたか忘れがちな人とか、資料がバッグの中でもぐしゃぐしゃになってしまっているっていうことが多いという人にも iPad ならかさばらない上にすぐに見たい情報にアクセスできるのでかなり便利だと思います。3つ目に僕みたいなノート中毒の人です。きれいに情報をまとめるんであれば手書きよりも PC よりも自由度と機能性が両立されているので、ノートに限らずいろんな物事をこう書くのが結構そういう頻度が多いという人には相当おすすめできるデバイスになっています。ということでここまで iPad をだいたい1年間ぐらい使ってみての感想をお話ししてみました。オンライン授業とオフライン授業を僕はどっちも経験しているんですが、それの上で完全に手放せないツールになりました。最近出てきた iPad Air は値段と機能性を見てもかなり大学生向きのツールなので、より iPad の敷居みたいなものは下がっているのかなと思います。もし購入を考えている方がいればぜひ参考にしていただければなと思います。ということで今回はこの辺で、以上、なごみ家でした。では。